10分で作れるごちそうおかず卵フライの作り方。茶碗の底にパン粉を敷き詰め、卵を割り入れ、卵を覆うようにパン粉をかけたら、フライパンに5ミリから1センチほど油を入れて中火で熱し、卵を滑らせながら油に落として両面が色づくまで加熱し、取り出して油を切ります。油が切れたらお皿に盛り付けて完成です。お茶碗を使うことで簡単にサクサクの衣と卵、ソースが相性抜群の美味しいレシピですので、ぜひ作ってみてください。よりわかりやすい長尺動画はコメント欄に。チャンネル登録もよろしくお願いします。